バンプと警告表示、この先1マイルハンプ連続ハンプとは、道路の一部を流気させ、通過する車両に上下の振動を及ぼすことで運転者に減速を促す構造物の総称である。機能や形状によって、スピードバンプやスピードクッションなどとも称される。同様の構造物は、全世界で利用されており、その多くが時速40キロ以下の速度制限を遵守させるものである。 運転者の裁量によって無視される恐れのある一般的な交通規制とは異なり、物理的手法によって安全運転を促す。車両がハンプを通過する際には上下の振動が発生するため、高速で通過すると乗車している人に不快感を及ぼしたり、車体の姿勢を崩して交通事故を起こす可能性があることから、これらを忌避する運転者は減速せざるを得なくなる。 特に住宅街などの生活道路で有効な手法で、交通静音化の目的で利用されることが多い。また、この目的で利用される構造物について、ハンプの他に、バンプという語が用いられることがあるが、英語のハンプは丘のような、なだらかな隆起を指し、バンプは平面上のこぶや突起を指したり、擬音語として用いられる語であるため、バンプはハンプより短く、 感じる衝撃もバンプの方が大きいことが多い。また、単にハンプやバンプといった場合は前日のような意味となるため、道路上に設置される構造物を指している場合は、スピードハンプ、スピードバンプなどのように区別する。工実するスピードテーブル、スピードクッションも同様である。物理的に自動車に減速を促すという点では、安全運転に有効だが、 騒音や車体への負担が争点となることがある。さらに、ハンプのある場所では緊急車両であっても原則が要求され、救急車の場合は車内への衝撃が問題となる。また、オートバイや自転車がハンプに気づかなかった場合、転倒によって運転者が深刻な障害を負う恐れがある。これは、ハンプの一部に切り込みを設けることで解決することができる場合もあるが、 これらの車両に前方不注意を促したり減速の必要性をなくすため本来の効果が発揮できなくなる。このほか、必要以上の勾配や高さがあるなど設計に問題のあるハンプは最低地上高が低い車両に損傷を及ぼす場合があり低速で通過しても車体と干渉することがある。大型車が通過する場合その騒音と衝撃によりかって重環境が 悪化するという指摘がある。特にカリフォルニア州モデストでは主要道路にハンプなどが設置された後、これを避けて並行する生活道路へ流入する車両が増えたことが報告されている。また、こうした構造物が連続する道路では自動車の加減速が頻繁となるため交通騒音が発生する。これに並行して燃料消費の増加やブレーキの摩耗エンジンや サスペンションなどの劣化が進むという意見もある。ハンプ一つにつき、消防車の場合は3から5秒、患者を乗せた救急車は、最大10秒の到着遅延が発生するとされているが、実際は緊急交通路にスピードハンプは設置されず、スピードクッションで代替されることが多い。2003年には、ロンドン緊急サービスの委員長、 シグルズレントンが毎年500件の心停止死がスピードバンプによる救急車の遅延で引き起こされていると主張した。しかし、後にこれは撤回された。緊急車両に関する問題は、口述するスピードクッションによってほぼ解決された。通過するたびに上下の揺れが発生することから乗車している人に頻繁に不快感を与え続けることとなり、 脊椎への衝撃や慢性腰痛悪化の恐れがある。スウェーデンでは ISO2631 から本に基づいたバス運転手の脊椎負担の調査により健康上の観点からスピードバンプについて以下のような要求が出された。これら以外にも以下のような問題がある。ハンプの成形には主にアスファルト、コンクリート、再利用プラスチック、金属、 下流ゴムなどが用いられる。堅固で耐久性があり、速度抑制の目的にかなうことから、アスファルトやコンクリート製のものが用いられることが多いが、成型が難しく、スピードクッションで代替されることも多い。私有地などへの設置を想定したゴム製ハンプでも、基本的には放棄に適合するように設計されている。これらは、ボルト止めで容易に設置、撤去を行えるのが特徴で、 試験設置時に位置を変えて、効果を確認したり、除雪車による損傷を防ぐために積雪時のみ撤去することもできる。1906年6月7日のニューヨークタイムズ紙に、ニュージャージー州チャタムで、横断歩道を路面から5インチかさ上げする計画が紹介されており、紙面には、This Scheme of Stopping Automobiles デ p e e d i n g has been discussed by different m u n i p a t i s バッドチャトムイズザァーストプレイスツープットイットインプラクティスとの記載があった。1953年、ノーベル物理学賞受賞者のアーサー・コンプトンは、当時学長を務めていたセントルイスワシントン大学の校内を走行する自動車がスピードを出していることに気づき、ハンプ設計の基礎となるトラフィックコントロールバンプスを発案した。1973年、 英国交通道路調査研究所は様々な幾何学形状の流起に対し車両がどのような挙動を示すかを調査した報告書を出版した。この当時のイギリスはまだ道路上のハンプが合法化されておらず指導のみの設置に止まっていた。交通工学研究所によると欧州初のハンプは1970年にオランダのデルフトに設置されたとされている。 アスファルト製のスピードハンプスピードハンプは、なだらかな局面を持ち、生活道路における、車両速度と交通量を低下させるためのものである。主に道路の横幅いっぱいに設置され、放物線上か制限上の局面を持つ。通常、全長は3.7メートルから4.25メートル、高さは7.5センチメートルから10センチメートル程度である。通過できる速度は、 全長と高さにより、短くて高いものほど速度を落とさせる効果がある。また、100メートルから170メートルおきに設置した場合、本来の速度の85%まで減速させることができる。設置にあたっては、存在を示す注意標識を設置する必要があるほか、視認性を高めるために、路面表示が施されている。排水を考慮し、タンブはなだらかに、 道路面へ近づくような設計になっている。スピードハンプは周辺環境から低速で通過することが望ましい場所に設置される。主に生活道路の交差点と交差点の間に設置され、大通りや路線バスの経路、緊急避難路などには使用されない。スピードハンプは通過車両の速度を時速25から30キロ程度に抑えることができ。 設置箇所によってはその中間地点でも40から50キロ程度まで抑えられる。研究では交通量18%接触事故を13%減らせることが分かっている。工事するスピードバンプと多数の類似点があるが、スピードハンプの方が運転者などに負担をしにくい。ハンプは基本的に道路に設置され、バンプは駐車場などで用いられることが多い。バンプは 通過車両の速度を時速8から16キロまで下げるが、ハンプは時速24から32キロである。バンプは前後の長さが短く、高速で通過した場合でも、タイヤやサスペンションにさほどの障害は及ぼさないが、車体や乗員にはかなりの負担がかかる。比較的前後の長いハンプは低速であればなんだ問題はないが、 継続的に垂直方向の圧迫感が発生する。高速ではサスペンションが衝撃を吸収しきれないために、この傾向がより強くなり、車両全体に及ぶ影響も大きくなる。アスファルト製のスピードバンプゴム製。スピードバンプは、スピードハンプと比較して短く、前後30センチメートル程度のものが多い。地域によって様々な呼び名があり、英語圏でもスリーピングポリスマン。 ジャダーバーと様々に呼び名わされている。また、クロアチア、スロベニア、ロシアでは、ライイング、ダウン、ポリスマンという意味の子でも呼ばれる。設置幅は様々あるが、通常は排水を考慮して、道路幅いっぱいとはせず、左右に若干の隙間を作ることが多い。この隙間は緊急車両の通過に有利となる場合も、あるが、車両や道路の設計にもよる。 稼働スピードバンプは一般的なスピードバンプとは違い、ある一定の速度を上回って走行する車両に対して作動するもので、これより低速で運行する車は通常通り走行できる。また、高速で通過する緊急車両に対しても作動しない。スウェーデンではアクタバンプシステムとして実用化されており、制限速度を上回って走行する車両をレーダーで検知すると、 路面に設置された稼働装置が陥没するものである。通常は路面と一体になっている。他の機構としては安全弁を接続したゴム製ハウジングを利用し、速度判定とバンプの役割を果たすものがある。車両が指定の速度を下回る場合は弁を開けて、そのまま通過できるようにし、上回る場合は弁を開けない。大型車や緊急車両に対しては弁を開けたままで対応する。 スピードクッションの設置霊館に設けられた隙間によって、大型車は減速せずに通過することができ、大型車による騒音や緊急自動車の遅延が低減される。スピードクッションも半分の一種だが、通過車両にかかる垂直方向の衝撃を減らし、戦術したような緊急車両の到着時間に対する影響を軽減するために設計されたものである。一箇所につき複数個。 左右の隙間を設けて設置される。乗用車は必ず左右どちらかのタイヤを乗り上げることとなり、通常のハンプと同じ効果を示すが、トレッド幅の長い緊急車両や大型車両はこれを踏まずに済むため、減速する必要がない。北米で使用されるような大型の救急車には効果があるが、欧州などそれ以外の地域で救急車に使用されるあまり大ぶりでない車両に対しては、 効果がない。こういった地域については、緊急車両が車線をまたいで走ることにより影響を受けないような配置で、より幅の狭いスピードクッションを設置することがある。ただし、欧州で使用される乗用車は、道路事情から北米のものより小型で、トレッド幅も狭いため、乗用車と商用車のサイズ差を考えた場合、基本的には北米以外でも同様の手法で、 同じ効果を得ることができる。スピードクッションは他のハンプに比べて大きな利点を持つ。特にハンプが緊急走行の妨げになることは多くの地域で対策を求められてきており、このスピードクッションによりある程度の解決を見た。また、従来のハンプではそこをすることがあった低床バスに対しても有効である。設置面積が狭いことから他のハンプに比べて費用が低く抑えられ、 実際に使用した地域でも効果を上げている。地域によっては、先術した強幅スピードクッションを通常のハンプより数を増やして設置し、緊急車両や大型貨物車が段差を踏まなくても済むようにしている。歩行者横断場所スピードテーブルは通常のハンプに比べて長く、上面が故障ではなく平坦となっているものである。フラットトップハンプ、または レイズドペデストリアンクロッシングとも、基本的に乗用車のホイールベースより長く作られ、他の形のハンプほどは減速効果がないため、構造上速度を出しにくい、生活道路に設置されることが多い。横断歩道をスピードテーブルとすることが多いが、交差点や小型ラウンドアバウトにも用いられる。一般的な7メートルのスピードテーブルでは、通過速度が、 時速32から48キロ程度に抑えられ、8箇所を対象としたある調査では、接触事故の件数が年間45%減少したことが分かっている。局所的に減速させるより、低い速度を維持し続けることが求められる場所において、スピードテーブルは効果を発揮する。これまで述べてきた緊急車両の問題に対しては、スピードクッションほどの効果はないが、 一般的なハンプほどは減速する必要がない。交通静音化の目的で以下のように利用されている。英国運輸省ではハンプの設計や利用方法を規則化している。しかし、同意を得ないままハンプ設置されたことで地域住民の反発を招き撤去される事例もある。例えば、ダービー・ジャー州、ダービーのある地域では146個のハンプが撤去され、 46万ポンドの費用がかかった。同様の事例はイギリス各地で発生している。また、ハンプを避けようとした自転車が接触事故を起こし、運転者が死亡したこともある。ありがとうございます。